さあ始まりましたサスケハッピーバトル第14回大会今回初のサスケハッピーバトル史上初の 2v2 ルールでのサスケハッピーバトルとなります基本ルールは一緒しかし 2v2 バトルは1人ずつチーム1人ずつステージに上がり2連勝したチームはその時点で勝利が確定しかし1対1になった場合は 延長戦で勝ったチ人同士の対決となるという今回のサスケハッピーバトルの 2on2 ルール果たしてこの全く新しい点ルールどういった展開を生み出すのでしょうかさあやってまいりました王朝ロトのロ生産カリ S ライムの SSR そして先に出てきたのは生産カリとロト さあ先方の生産カリ VS ロト始まりました 2on2 のわーっとロトどうした 2on2 バトル1回戦第1試合で1発目からのまさかのミスさあこのバンジーブリッジ前回同様バンジーブリッジですがやはり吸い込まれていってしまった生産カリロト これはまず SSR、生産カリの SSR が1点選手ということになりました。さあ、再びやってまいりました。王女 VSS ライム。ここで S ライムが勝てば、SSR の1回戦突破が決定いたします。さあ、勝っていきたい。さあ、SSR の S ライム、速い。まずスタート出し早かった王女よりも先に。 行きましたそのこのアイアンメイズもリードするスライムリードするさあ王朝それについていけるかという展開王朝はここ勝っていけば1対1持ち込めますがさあこのスライムが速いさあこの壁も一発で越えるかあっとちょっと苦戦した返すス,スライムスこれはどっちでしょうかスライム最後掴んで登るところで苦戦した 一気に王朝が駆け上がっていって、同じくらいまで並びました。さあ、一旦最初からリプレイをご覧いただきましょう。ここまでボムはスライムリード。スライムが一歩リードするという展開でした。スライム駆け上がっていった。一発ではつかんだんですが、ここで引っかかってしまった。王朝は一気に来きました。 それによって一気に差を縮めていったさあこのリプレイでは分からないどっちが勝ったのかは明確には分からないというさあこれは微妙なところこれは判定ジャッジ先に押したのは赤王朝が先に押しておりました チームロが1点獲得によって1対1に持ち込みました。延長戦となります。さあ、ギリギリの戦い制しました、王朝。なんとか最後の最後に逆転して、1対1に持ち込みました。これによって王朝と青産カリーの直接対決。勝った方が1回戦突破ということになります。やりました、王朝。さあ、その対決がやってまいりました。 1>, 1回戦第1試合からいきなり熱い試合を繰り広げております王朝 VS 生産狩りさあ始まりました勝った方が1回戦突破生産狩りがリードするという展開しかし両者早い生産狩り王朝ここは同時に抜けた同時のタイミングで抜けていきましたさあ生産狩りちょっと描写怖い大丈夫でしょうか さあこの、あーっとサークルイだあーっと両チも落ちたおっとこれはい、2人一緒に落ちていった一緒に落ちていきましたこれはどっちが先に落ちていたのかさあ最初からリプレイでひとまずご覧いただきましょう生産カリちょっとラグもありましたが、ここは生産カリ飛ばしていきましたしかしこのアイアンメイズ 容赦やはり早い展開ですがここで2人並んだかこの時点で2人並んだ2人並んでこのアイアンメイズ脱出しましたこの動く橋青酸カリがちょっと描写で怖かったですがなんとか耐えておりましたそしてここ、うんとこれはちょっとわからない 生産カリが先に落ちているようにも見えるんですがちょうど足場があってよく見えません王朝は飛んで掴んでの掴み損ねていや届いていないかという落下生産カリは1個下に下がってしまったという落下のパターンさあ一見を分かりかねます これは取り直し。同時に落ちたということで取り直しとなりました。熱戦になっております。1回戦第1試合から。さあ、第2回の3位決定戦、サクバーサスフマリオ・マルオの3位決定戦以来の取り直しの、さあ、バトルとなりました。さあ、この、 取り直しという希少な例ですが、ここは王朝が先に抜けた。取り直し、王朝が先に抜けました。先ほどは同時に抜けた。ほぼ同時に抜けたというところでしたが、さあ王女、ここは掴んだ。生産カリもここは掴んでいけるかーと、生産カリ。落ちてしまいました。よって、王朝とロトのチームロが、シード戦進出となりました。やりました、王朝 1>, 1回戦の第2試合です、2on2。マリオとゲッソー VS ナトリウム。その中からマリオとゲッソーからマリオマルオとナトリウムからナリ。さあ、これはかなりハイレベルな戦いとなるか、ナバー VS マリオマルオ。さあ、おっと、両者飛ばしていく。第2回、第 3, 第3回以来のサスティハッピーバトル参加となります、マリオマルオ。 かなり久々の参加。なぎもあの優勝した大会以来の復活。さあ、両者復活戦ですが、あっと、ながつかめませんでした、サークルスライダー。さ、はあ、これに、これで踏切トが勝てば、マリオとゲッソ。ここの1回戦、勝ち上がることになります。相手はナナシナナシが勝てば、延長戦。さあ、踏切ト前回優勝。 2連覇2オン2ではありますが2連覇というのはなるのでしょうかなぎさあ7死早い7死早いこの前回はこの第1エリアで2立てするということを起こしてしまいましたそのまっと一気に飛んでいってしまった7死これも痛恨のミスよってマリオとゲッソーが1回戦を突破するという展開になりました 紹介です SSR バースナトリウム出てきたのはスライムバースナナシ超えていますさあナナシ早いこれはかなり早いあと壁も一発でいく突っかかりもないなんと26.7秒を残しましたナナシ敗者復活をせずという展開あーとなりここは残念さあ延長戦生産カリバースナナシ勝った方のチームが 敗者復活を果たすという展開果たしてどちらが敗者復活成しれな,なしとりるかさあ7死ここは気をつけていきたい7死7死を落ちてしまいました1の1さあ敗者復活を断ちといた SSR しかしマッチ受けていますシード戦ヨットを盗撮チーム名がものすごいですが <laughs> さあヨットを盗撮からヨ とうとう生産りりが出てまいりまいしたさあシード戦です先ほど敗者復活を成し遂げた SSR から生産狩りシードの4頭盗撮から4頭4頭とヨッシーシュクトというチームさあ4頭が速い4頭リードする生産狩りちょっと描写怖いさあサークルスライダーも一気にいく4頭が差をつけている状態4頭ここを一発で越えられれば 勝利します。一発で越えました。よっと、これ、かなり早いタイム、28.1秒。ベスト4進出決まります。さあ、ヨッシー・シュクト VSS ライム。さあ、両者イメージカラーが緑という、共通点のある対決ですが。さあ、これで SS アー、SSR、あッと。 なんと、バンジーブリッジ。またしても犠牲者が現れました。取りましたが、超えられませんでした。さあ、ベスト4。シード枠のサク、サクテルから、テルツき。そして、ロト。チームロから、ロト。さあ、準決勝なので、エリア選択権も出てまいります。ここから、テルツキがエリア選択権で、ファーストステージを選びました。ファーストステージを、テルツき選んだ。 さあ、テルツキ、ファーストステージを選んだという展開。さあ、ファーストステージ。エリア選択権は、ファーストステージ、セカンドステージ、サードステージの中から選べます。その中でも、ファーストステージを得意分野としているのか、テルツキ。さあ、このサークライダー。ロートはどうだっと、ロトは落ちてしまった。ロートは落ちてしまいました。よって、サクテル1点先生。展開。さあ、サクタ王朝。 サクテルからサクチームロから王朝さあこの2人前回も対戦しておりますが全然前,前,前回も対戦しておりますがいずれも王朝が勝っているという展開さあ選択権王朝でセカンドステージを選びました前回サクはこのセカンドステージで王朝と戦ってバランスタンクでまさかのミスを犯すという展開がありましたさあスタートダッシュがいいサク さあ、これで柵が勝てば、チームサクテルが決勝進出となります。さあ、王朝勝って、延長戦に持ち込ませられるかという展開ですが、さあ、王朝が先に抜けた。さあ、それに柵も続く状態。さあ、王朝先に抜けている。王朝先に抜けている。んっと、王朝。あっと姿が見えない。これは落下していました。王朝、まさかの落下。前回の柵と同じようなところでの落下。 決定戦に回ります。さあマリオとゲス,ストと4頭到達から踏切スヨット VS4 頭さあこのカードもかなり熱い試合となりそうですさあどっちがエリダ選択権を得るかさあ青のブロック出ました4頭がエイダ選択権4頭が選んだのはサードステージ サードステージを選びましたヨットここ勝ってつなげられるかというさあ始まりましたまず先に押していたのは踏切ストさあしかし着地あまり差はないああとちょっと描写怖いが大丈夫さあこのクリフハンガーさあ一緒並んだあっとヨットをちょっとリードしたかヨットをちょっとリードおっと <laughs> 二人同じような形。同じ。おっと、踏切リストがちょっとリード。一歩リード。っと、ヨットを焦ってしまった。<noise> 踏切リスト、ここは接戦でしたが、ヨットが落下したことによって、制しました。ヨット、マリオットゲッソーが点 <noise> 1点選手。踏切リスト1点選手。さあ、マリオ・マリオ VS ヨッシー・シュクヨッシー・シュク勝たなければ、 マリオと盗撮の敗退が決定マリオルを勝ったら一気によゲストが決勝進出ということになりますが選択権のシシュクトにありセカンドステージということになりましたさあセカンドステージこれはどういった展開になるのかマリオマル VS ヨシシュクトさあマリオマルを速いマリオマル速い マリオ丸あっという間にスパイラーウォーク抜けていった。あーっとサーモンダも速い。この速さ、スピード感、すさまじいものがあります。マリオ・マルオ。一気にこのバランスタンク越えていくそしてこのリバースコンベア。一気に行く、一気に行く。さあ、このスピード感。あーっと。ヨッシー・シュクト落ちていたか。ヨッシー・シュクト見えませんでしたが、落下していたとのことで、これは。 ゴールしなくてもマリオ・マルオの勝利ということになっておりましたさあ3位決定戦チームロバーサスヨットを盗撮からヨッシー・シュクトとロトーこの対戦となりましたさあヨッシー・シュクトバーサスロトーさあ赤レーンか青レーンです青レーンが出ましたなのでロトーに選択権があり セカンドステージを選びました、セカンドステージ。さあ、スタート。2点先手、これも2点先手で変わりはありません、はい、決定戦。あーっと、ヨッシー・シュクト、どうしたスパイラーボーク、まさかの下りでミス、ヨッシー・シュクト。 ヨッシー・シュクトバース王朝。ヨッー・トが先に退出していたことがここととことで、ということで、ヨッシー・シュクトが2連続で出るという形になりましたそして王朝選択権を得てセカンドステージ。再びセカンドステージを選,選んできました。さあ、これは非常にヨッシー・シュクト苦しい展開になっております。ヨッー・トがいないため、 全部一人でなんとかしなければなりません。ヨッシーシュクト。さあ、王朝。ヨッシーシュクト、ここは落ちなかった。スパイダーウォークは落ちませんでした。しかし、早い。ヨッシーシュクトを置いていく。ヨット傘をつけていく。さあ、この王朝。ヨッシーシュクト、先ほどはここで見ないうちに落ちていたということでしたが、王朝。さあ、落ちておりません。ヨッシーシュクトは、今、リバースコンベアに取り掛かりましたが、 すでに王女がゴールの門をくぐりました王女ロとのチームロー3位が決定いたしましたあさあ決勝戦サクテル VS マリオとゲッソーその中からサク VS フミキリスト3位決定戦やってまいりました サクバーサス踏切スト踏切ストエリアの選択権ステージ選択権手にしましたがここはセカンドステージへセカンドステージかなり連発しております今大会さあサクここをなんとか取っていけるかという決勝戦決勝戦はやはり先ほどのルールと同じように2点選手ですが延長になった場合は ファイナルステージで固定という展開ですさあ延長も見たいところではありますが、日本選手した方が勝ちというのは決まっております。さあ、ちょっとサク、遅れを取っている。フミキリストが圧倒的にリードをつけるという状態。さあ、サクも超えてはいきましたが、この壁、壁を軽く突破していく。壁、軽く突破していった。36秒残しました。 非常に速かった。踏切スト、まず1点先取で、サクは惜しくも、踏切ストに敗北ということになってしまいました。1点取ればという、決勝戦、テルツィバ VS マリオ・マルオ。マリオ・マルオ1点取ればゲス、マリオとゲストの優勝が確定しますが、さあ、マリオ・マルオ、エリア選択権。サードステージを選びました。 ハードステージ。これに優勝の可能性も秘めております。さあ、照月が耐えれるかというところですが、照月先に押した。マリオマルを、おっと、両者早い。両者早いが、照月先に抜きました。さあ、マリオマル、わーっとマリオマルを頭打ちしてしまったフライングバー。よって、これは延長戦、ファイナルステージでの。 テルツキ VS フミティストの延長戦ということになりましたファイナルステージ最後命運を分けるのはこの2人テルツキ VS フミティスト決勝延長戦さあ勝った方がいいチームでの優勝となりますどちらが制していくかさ始まりました さあいまだ両者は同じペイヤーです。このスパイラクライム。そしてスサーモナラおっと。両者同じあっと両者同じタイミングでミスをした。さあ,あっとこれはかなり大接戦ではありますが、さ踏切ストがちょっとリード。さあしかし並んだ手続きがリードした。さあここ この綱登り、一生のタイミングで掴んだテル付きがここ苦戦している、踏み切ースト、速い、あとテル付き速い、テル付き速い、追いやれていく、追いやれていくテルツキテル付きここは押しました。第14回サスケハッピーバトル、初の2対 2V2、優勝はサク・テル、サクとテル付きの竜王が優勝しました。